どうも、エルザです。それでは、202やっていきましょう。今回はメインミッションですね。マムシの神域と。ことで、秀の字まずいぞ、戦だ。どうやら、道山様が後取りの義龍の軍勢に占められたらしいと。おう。傷を負っているのか。二人とも険悪だと噂ったが、どう見ても急すぎる。これは裏があるかもしれん。道山様は俺たちに力を認めてくださる大事なお方だ。助けに向かうぞ。ということで、早速行こうかなと思います。さあ、美濃国、やっていきますか。難しいんだろうな。ひどいありさまだな。そこら中壊されてる。辺りには義達軍の人間だけじゃなくあやかしまでいるようだ。あ、義達っていうのか。おお、義達は難しい読み方するね。道山様の集めた霊石を奪うためになりふり構ってはいられないみたいだ。早く道山様を救わないとな。急ぐぞ。早くどうさん相手は今回なしと。39まあね、なんだかんだ僕もちょいちょいレベルは上がってきてるんで、まあ40超えのそろそろキャラクターをね、ちょっと倒してる装備が欲しいところだね。マジガキいんじゃん。あー、マジか、気づかれたか。あー、すっぱ抜きはできない。さあ、左やばそう。26。お、1。やべえな、ここに1できたか。よっぽどうまいんだろうね。すげえな。左行きたいけど左めっちゃやばそうやね。気づかなかった。さて、おいおい。ああ、そうだね、サブミッションいろいろして忍術と陰陽術をちょっとゲットしてるんで、そちらもね使っていきながら。くぐり抜けた日々が懐かしい。どうさんよ、悩んで待つぞ。さあ、じゃあ雷をつけて、はい、いいか。いやー、そうだね、相性がいいのよね。2724これはあかんね。ここは取ったりかんやつやね。上に行くと、あ、常闇おいと。痛い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 。上かー。あ、結構しかも強い。これはちょっとぐるって回っていくか。さあ、こっちから入っていこうかな。さあ、ちょっとつけて、さあ、どう出る？はい、終わり。さあ、スタミナやね。とりあえず気力落として忍者速い動き。しかもおおお、じゃあ忍び出してバレずにね。さあ、今でけえのいたんだけど、おいたね。あれはいけるか。すったねいけないね。おお、はい、スタミナさあ、特に何か手に入るってわけではないね。擬人塚がある。さあ次は、ああ、ここも取っといて、お金お金、24。まあね、縛りプレイをしてるわけではないんで、あまり気にせずっていう感じかな。さあさあ、意外とね、使い勝手が良くて、ただちょっと納刀してからっていうのは結構タイミングがむずいんだよね。前作はどうだったかちょっと覚えてないからあれなんだけど。さあ、陰陽術ゲット。回復系ないのかな。水老活符、金数水弾活言、ああ、活言があんのか。こっち取り行こう。ガンガン使っていかないとね、用がなくても。助太刀はあるけどって感じか。ぐるーって回ってくる感じね。この上はどうやって行くんだろうね。こっちは進む感じか。まあ、とりあえず行きますか。さあ、とっこい闇。君だけかなーと思ったら、なわけなかったね。いや、危なかった。アイテムを取りたわけじゃなかったんだけどね。はい、すっぱ抜き。開いてましたか。上か下か。25。上いないよね。よしよし。25か。これはクリアしたらって感じだね。いや、いるねー。これ絶対、あー、はあ、はあ。おっ、いやー、微妙な動き。よし。で、玉城出たね。あそこいるが、さすがにあそこは打てないか。痛い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 。マジで楽めい。2発か。いや、あんな強いと思わなかったな。強くなってたな。頭が狙えぬ。おっ、こう入ってこうか。ああ、ここ闇の中だからっていうことね。いつね本当大きくなるとめっちゃ大変なんだよね。はいはい、と面白い。26敵兵の身のこなし、ありゃ人じゃねえ。一体どうなってるありゃ人じゃねえ。まあ人ではないな、見た目がね。とりあえず取ってから、一回頭にドンとぶっ刺すか、浜や。落ちるように締め切ってもいいんだけどね。さすがにそうですよね。いやー、くったねー。で、いった組打ち。強いんだよなこいつ。はい、よっしゃー、気力削り OK。 はい、弱い弱い。いやめちゃくちゃ強いけどなマジで。おい、いたマジか、適当に切ったけどいたんか。ああ、で常闇が晴れたからってことね。その前にちょっとね、上の不安材料はちゃんと潰しに行きますか。あ、いた。はい、ブスリ。そっか、上から降りてくるのか。やたら毒消しが手に入るのがめっちゃ気になる。あーは、なんだ。はい、口笛。ありがとうございます。アイテムください。さて、アイテム結構風魔とか軽めが多い気がするね。で、ボディル31、29か。あれ、なんか宝箱ちょっと模様が違うのか。今更やけどね。あー、ちょっと次模様が違かったらやってみようかな。結構ああいう細かいところ見るの好きなんで、どうしよっかな。なんかよくアクションをしろみたいな感じだから、アクション系なんかすればいいのかな。タッチか。弓、ああ低いね。おお、こんなあるんだ。まあ軽いよね。そろそろ防具もなんかあれだね。そろそろ分解とかしていきますか。素材とか欲しいよね。武器作るのに結局素材足りないからさ。まあもうちょっとレベル上げてからでもいいような気がするんだけどね。あんまり他にして損はした感じはないからね。えい、そう来な。弓は温存したいんで。おお、ぶどい。おいおいおい。はい、終わり。いた。こだまちゃん。ごめんって。来てよ。来て。はい。そういえば、こだま。一切気にしなかったな。すっぱ抜きね、意外とできないんだね。忍びなんだけどな、忍んでないんだよな。はい、危なかったー。いや、ビビる今の。あ、持ってない。あ、そっか、999になったもんね。なんだかんだ。さあ、無事回ってきたねー。そしたら、弓もったいねえなー。後ろでこんだけ暴れてたけど気づいてないのかな。あ、落ちていってないね。落ちたかと思ったさあ戻ってきた。ちゃんとね術も使いながらね、どうしてこう回ると、うん、特にだね。やっぱレベル上げてるからそれなりに楽にはいけるね。まあそれでも落ちるもんは落ちるんだけどね。あーソハイヤ、あーソハイヤこの格好はなんか女の人が出たけどあれにそっくりだね。46、なんだろうな、この中。あ、こだまちゃん。こだまちゃん。おい、帰れい。これ楽器出てきたら超めんどくせえな。護衛はするからさ。やっぱいたね。バレずに抜く。はい終わり。いやーってこと、なんかちょっと中ボス的なのも出てくるか。右側なんか、ああ。痛い300回痛い。念のため使っとくか。いたね。よし、来た。いいか、ここのボスは。おぶねー。どうする？はい。はい。身内。いやー、こういうことない。危なっ。はい、身内終わり。いやー、ほんとだいぶ慣れてきたね。ベニグモ大立ちか。腰、中腰、あー、膝当てか。いや、刀強いの出てこないな、なかなかね。忍者ろうそく、尾張より献上されたこの新しい武器、これさえあれば義達軍など。さあやっとねここに来て、10が来たか。種ヶ島。ただ、弾がないからな。紅子。290か。これロックしとこう。こっちより明らかに高いもんね。これも解除。で、頭が。冠。いらないか。これもいらない。いらないね。28、36。36か。同じぐらいだけど、一回やっとく？ちなみに、あれはないのかな？セーブポイントやべえたさあ塗ってすまいすまいといはい1いや強すぎやろ。お、なんかある武器。これを握ったら振り出しに戻る。誓いを破るほど落ちぶれはせん。はあ、銅山様の武器か。いや、めっちゃかっこいいけどね。くれないかなくれないかな、どうせだったら。落ちぶれてはおらんと。ああ、抜けてきたね。んじゃ、ちょっと戦ってみようか、36。まあ、同じぐらいのレベルだけど。大立ちか。大立ちだよな。てるね。そうかもついてませんな。さあ一発。いってー。ねそれしかしねえじゃねえか。痛いねえそれ。さっきからそればっか。どうしようかな。あ違う。作ったね。お意向はもらったけど、まあいっか、武功だけもらっていこうかね。特に強そうな感じはしないんだけど。よいしょ。ミノね。いやー俺たちねほんと射程があるから近づくのが難しい。スタミナ上げればまた違うんだろうけどね。おお、なんかだいぶ様変わりしてきたね。さあ一旦中間ですね。さあ下道兵ほう強いのかな。まあ天狗よりかは多分これ あれなんだよね。種類揃えると良さげな気はするんだけど、容器まあね。あれってかレベルまだ上げれない？もしかして1万5000か足りないね。まあ炎とかクリアしてからするか。薬師は5個揃った。せっかくだし。これが耐えるか徐々にか、陽神符。まあまあ。で。だよね。上か。これ LR がね、めちゃくちゃになってくるんだよね。こんな感じだね。54。26。道山様のもとへ急がねばならぬのに、義達の犬どもめ。さあここは開かない。30落ちたか。ちょっと一回試してみたいよね。出てこねえよ。いやらしいね。いやらしいね。なんか出てくるんじゃね。ちょっと待ってね。ってことはなんかいそうな気がするんだけどな。大丈夫かい。何もなかった。表紙抜け。そしてたら、10一発お見舞いしてみますか。どっちみちちょっとおびき寄せるのは。ドーン。いや、そんな言うて弓が強化してるから弓の方が強いよ。思念放出。あ、落ちちゃったか。19。あれ絶対やべえよな。いくよ。14。やばっ。こうだね。すまぬがこれ以上は下がれんからね。よう考えてるわこれは。アイテム取り入ったらそのままおじゃんみたいなね。いや意地汚いね。ないなんもない。意外と上。なんだあいつやばくね。しかも全然ダメージないし。うわ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 。ない。やばく。おお、なんあ、毒しかもめんどくさそう。とりあえず回復して。あ、危なっ。なんだこいつ。もしかしてここあんなやつがたくさん出てくるの今から。いやだな。見た目もあんま好きな感じではないし。26。まあさっき倒したから出てこないっしょ。体がしびれて動かなく食われて苦しむくらいならいっそということで自害と。こっちは何だろう。2箇所いけるよね。あ、これ。おお、ちょっと待った。意外とダメージ高い。ああ、じゃあ、人に対しては意外と銃の方がいいのかな。いや、もうそれなりに強いと思うんだけど。マジか。ちょっと銃もちゃんと使って育てていこうかな。銃に関してはリロードってあんのかな、もしかしたらね。そのあたりがちょっとネックなのかもしれない。意味は連射できるからさ。なんかいるね。はい、くねち。しまった。危ない危ない。待って、一発でかい。確かに毒。これ。危ない危ない危ない。落ちる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 。しかもだよ、毒が。毒が。あったあったあった。はいはいはい。濡れ女って言うんだ。はあ。厄介だなあいつ。急にあんな化け物みたいに出てくんだね。弓もだけど銃もやっぱ重宝するな、この感じだとね。で、また上見てたら来るんじゃね。おお、あれ、さっきの場所から行けるのか。そんなところあったっけ。でもこだまちゃんもいそうだから戻ろう。おっ、塗り壁。えあれ、何もしてこないの。どうしよう。なんかクションしてみたらいいのかな。じゃあちょっと怖いけどまあとりあえず礼儀正しく。いや、なんか違う感じがするね。いや、ここ青で、あ、目が赤い。じゃあ赤にしようかな。痛いやばい。どういうこと。よしよし、になったってことはなんか金あるんだろうね。さあ、刀16か。もう20なんだよね。やっぱ人と戦わないとそんなにいいのは手に入らなさそうだね。ほい、タッチ。また来た。これは19。見た目なんかかっこいいけどね。さあこっちに行って児玉反応はなしと。マジか、児玉反応意外とないね。危ないい今のは。ん？子玉の音がする。あ、いたいたいた。はい、帰れ。え、これだっけ？子玉反応があったってことか。ああ、繋がったね。よし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 。そしたら。アーマーは3発か。こっち使ってた方が。ああ、延期か。延期嫌いなんだよな。そうそう、あっち行ってもらってブスッと。延期強いからね。タイミングが難しすぎんだよね、正直。できるだけめっちゃ刺さるんやけどね。お前いたんか。いいか、戦略使おうかどうか悩んだけど。さあ、やか言うってやは手に入ったね。やはあとも9本か。10はちょっとないね。弓を。お、なんだこれ。温泉。あ、疲れる。湯に浸かる。おお、ちゃんと回復するんだ、すごっ。お、あ、小玉か。なんかと思った湯の癒し。そろそろ戻れるようになってもいいんじゃない？だいぶぐるっと一周はした気はするけどな。これちょこちょこで怪物のあやかしの声がするからさ。おっと、よし、白いたか。36。なぎなたかまか。お、下続くね。19。君たちがいるのか。まあ、結構深くまで来てるってことか。そはやはな、めんどくさいのよ。終わり。さあ、弓もねちょっと温存しつつね。12あればでも十分か。さあ、何があった？ああ、特には喋らない。語ることはなしと。いないね。浪人。浪人シリーズ出てくるね。あ、これで。でも、ソハヤがまた出てくるんだろうな。社に話しかけたらね。さあ、ぐるっと回ってきた。レベルもこれで上げれるだろう。さあ、濡れ女は体毒。ほう。ああ、毒をつけるとかそういう系か。芯を上げてきますか。直で剣の能力上がるしね。54の味方も結構捨てがたいけどね。あ、ソハヤさんそちらでしたか。あ、ミスった一発ミスってしまった。で下に降りるこの奥だもんね。30ね。あ、こっからよう見えるわ。よう見えますわ。はい、終わり。さらば。ここのボス何なんだろうね。濡れ女とかいうやつも一回出てそれから何も反応がないっていうのもさ、それはそれで逆にあれあれ登っていけんのこれ嫌だな。なんか来そうで滑り台のごとくやばそうやばそうやな。下でよくやめるとなんだこれ壊れてるけど。おお前かよりによっていやー、どうしよっかな。強い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 。ちゃ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 。アイテムが使えてる。延期。マジでこいつが雑魚的。つらいなマジか。なんとなく雷まとったけど正解っちゃ正解だったか。まあそこはいけない。おお、ちなみに弓まあ乗るってことはないか雷が。おお、すねこすりした。あ、今のところ後で行ってもよかったのか。お、君はアイテムをちょっと置いていこうかな。何を置こうかな。これ、あ、タッチ使わないし。どうこれいい刀くれないかな。さあ手斧手斧一番使わねえな。あーでも22か、それなりには強いか。そうだ、10だと強っ。マジそんな強えの？あーでもあと2発しかないから指で我慢するか。猫すりはちょっと待って、でもさ君こっち？あ、いやこっち行き止まりか、行き止まりか。でもとりあえずこれ通っていけってことかな。何回かやっぱそうちょっと待った、その前に毒だけ直したい。上いるんだよな。ああお前か。来いもう来い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 。上がお前邪魔じゃマジで邪魔。邪魔しやがって。おお壊せばいい。さあ壊れたよ。あ本当だ晴れた。じゃあこれ全部晴らす必要があるのね。君は21甘いね。まだ21は若い若い。さあくだまちゃんゲットして、じゃあどんどん解除していきますか。あいつは何なの？いやーそこから打ってきちゃう。あの刀さえあれば砕くとは早まったかもな。どうされよ。あの刀か。んやばそう。あーこっちもやばそう。さあ誰も援護のないところでなんだ今の攻撃やばくね。まだ1体だからいいけどさ、毒やめ。はいいや遠距離大事。なんかあのスライムみたいなやつも気になるしさ、気になるの多すぎるんだよね。でやばそう目の前やばそう。こっちはっていう感じか。上からの攻撃受けるのもあんま受けたくないしな。最後飛んでくるそっちへ行くな、そっちへ行くな、そっち行くな、早まるな。さあ容器を計測してまだ削れきれないか。危ない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 。いや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 、やっぱこいつ強えわ。いやでもいい加減ショートカット的なのも作りたいしな。下のスライムみたいなの別で気になるしな。ういなんか角が出てきたね。おお、なんじゃそりゃ。はい、100。やべえな。ここもなし、ここも。あ、惜しみなく使っとこう。濡れ女がいる。まあ、いるのは間違いないからね。なんか上見えたね。ゆらゆら揺れてたね。なんかね。あそこす、こいつの巣か、あそこは。よし、当たった。当たれば強い当たればね。いやーまたいたよね。しかもいやーどうやっとくかな。こいこい。2体だけかな。3体目出てきたら泣くよマジ。いやーやばいね。毒消しでは間に合わない。毒の周りを抑えるものがあればして間に合わぬ。いないね。よしよし。なんだろう。お、いい銃があるじゃないっすか。232使ってないのに高いという。これもロックしておいて。まあそんなにって感じだね。まあ防具も多分そうそう超えるものはないんじゃない。いやーでもいやーでもきついねマジ普通にきついわ。でこれ来てこっちか。あと行ってないな。おっ、いるじゃん。そんな端っこに隠れなくても。いや、よう生きてるなぁ。自分で言うのもあれだけど、長生きしとるわ今。弓使うしかないよね。なんだ今の。いてー。それなりそれなり、さっきからさ、一応なんとか避けてるけどさ、やっば今の。おっ、助太刀5439。あー、倒したい倒したい。でもそこ開けたらもう話が進んでしまうんじゃないかと思っておる。あ、猫すり。違う、すねかすり。すねかすり。すねこすりね。さあ、こっちは調べる。所詮神が誓ったところで、合体の血は取り戻せるか。じゃあ、39、ちょっと頂戴いたしますか。おう、さあこれを、あら、決め打ちできなかったか。意外とね、これが使えるのよね。気力削りだし、ちょっとした範囲攻撃で。さあ、あ、足。おー、あー、いいけど、重い。ちょっと他見てだね、開けるにしては。擬人塚もさ、大量にあるからさ、ここ解決もしてないし、ちょっと気になるんだよね。あそこはあそこで大変そうやな。来た来た来た。いやー、よう見てるね。そういうことね。マジか、お前が出てくるか。待て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 。やばい。そういうことか。やべやべ。ああ、大技は来ない。こいつ一発が強いからさ、ほんと得意ではない。やばい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 。あー、どうくる。おぶなっ。まあ、これぐらい回復しとかないとやられるからね。よしよしよし。さあ、ああ、一本だったらが出てきた。さそんなに強くはない。いや、もうちょっとね、強いの来てくれると、強いのアイテムがね。さあ、鎧同士欲しいな。一時このままでいくかな。さあ、あっち行きましょう。いや、回復足りるかなこの。おお、お前まだ生きてたんか。火薬玉多分だたらにやられたんだろうね、この感じはね。うん、ああ、払ってあげないとダメか。これでうまいこと一周するかな、もしかして。なんでこんなところにある？ああ、逃げてこっちに間違えてきてしまった感じか。ああ、はあはあはあ。そうなのよね。いるじゃん。一番めんどくさいのいるじゃん。スライムも来るか。しかも毒。これはやばいね。地獄やね。いや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 、そう。400、これがでかいな。やばいね、回復ももう切れちゃった。ね、うわー、いや、アイテム切れちゃった。いてー、おっ、ようよけた。あ、石化か。あ、おもろ。あ、終わったね。うん。つえー。回収。レベル1分やかいね。ああ、熱い。いや、さっきのスライムとのコンボは良かったね。はい、で、ここはあ、まさかのボス。やっべえの来たよー。じゃあ、あ、虫か。おおおお、急にそういう。しかもなんかライフある。なかなかやばくない？やばいやばい。毒になった。これはなんかさっきのあのマムシのやつとなんか関係性あるのかな。ねえ、強い。やばくねえかこの子。うわははは。あ、ちょっと毒に投げる。くわー、きついね。なんだこれ。そうそう、君は。はい、女たらが出てこなくなってるから、それだけが救いだね。スライムとから出てきた。同じ方向にいたってことか。ってことだよね。切り替えしかまさか。あー、辛いよー。だよな、問題はね。や今回復したのにそれか、ため息しか出らんなここ。まあいるね。はい浜や。地味に強いこいつ。スライム風情いやー、属性つけて一気にやるのが良さそうやね。いやー、戦略毒消し、おアイテムちょうだい。さっき何もらったっけ、これか。あと足元に落とすと。さあ、何くれるかな。弓。まあ、使いこなせば。って感じだね。愛着分けば200、まあ攻撃力を超えるかっていう程度だね。さあ21、21か、悪くはないけどっていう感じだね。いらぬ。こんなもんか。まあ、装備は変わらずっていうとこやね。あの上どうやって行くんだ。社を汚すとは罰当たりだ。元を立たねば不浄な気は消えない。そう、とりあえずいや復活するんだよね。あ、そうだ。せっかくだし戦略が大量に出るからありがたいとして、弾はねくない。区内とかあるんだね。これはこのままどうしようかな。一旦紫そうだね、希少度順にまあちょっと今回これは鍛冶屋にね、預けたいのもあるんで。あ、戦略4つか。あ、無理とは大量にもらえるけどね。このロック解除もなかなかめんどくさいんだよね。売るときにはできるんだから、こっちでもね、できたら問題ないと思うんだけどね。この防御力でけ重いよね。あのボス倒せないって考えると。いや、単純に大変だったな。まあ、行くか。うい、はい、ドーン。さあ、待って。なぜこれちゃんと当たり判定なんだよな。片腕取れてないね。だから色当たり判定なんだわかんねえ。はい、おおナイスコンボ。痛い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 、これやめよう。痛い痛いね。くーここやみここに入れる？そんなことある？いや相手に切れるよね、そりゃね。無理いやー、攻撃力足りねー。さあ倒そう。シが入らないんだよね。要は払いの右当たり判定難しいね。あれ以上どうやって言うよ。それでいこう。やっぱ若干ね、やっぱり居合の反応が悪い。よし、ちょっとパターンを変える。こうしてできた。やっぱタイミング合わねえな。はい、身内。これは効いとらん。ドヤミは正直時間追加しかないですよ。地味に強い。うおー、まあ腕が疲労に入れなかったですね。大きく当たんないからね。来い。また床闇。ペース早くないかい？画面が見えない、画面が見えない。まずそうそう。見えない。いけー。理だな。今何が原因で当たらなかったか。いい。痛いねー。いやー、持っていく。いやー、持ってかれたのがその姿でよかった。おー、カウンターが入んのかな、そっち。ああ、ははは。ああ、笑うよしかもあんま使わない武器をもらう。やばくねこのボス。あ、さっぱり何話してるかも分かんねえし。いやー、ここ鬼門だね。初心者にはマジで鬼門のマップだな。そんな変わんないか。おお、上がっちゃったね。刀は特に出ないと。いやー、強かったー。まあでも倒せるもんやね。いやー、ミッション終了ー。ソハヤの若い衆はわしをそう呼んだ。あやかしの女と出会ったあの日まではわしはあやかしを滅ぼすソハヤの刀を打ち砕き、それまでの名も捨てた。刀の与える不死の魂なぞ生じ、共に誓ったは人妖が融和して暮らせるよう。霊石を集めよこしまなものの悪用を防ぐはその誓いを果たすため。再びあやかしを切ろうとは皮肉なものよ。お父さん様、ダメだったか。急ごう。こっちだ。買った分、後で払ってもらう。さあ、主人公の親が分かりましたね。まさかマムシとは。はあ。で、ムミオちゃんも助けに来てくれたね。無名、ソファイアだから無名という名前が付けられたわけね。あやかし討伐がメインって感じか。なるほどね。無名が来てくれて助かったのは相変わらず愛想のないやつだが、それにしても義経あやかしを送り込んで自分の親まで殺してしまった。ってことは主人公と義兄弟になるのかな、それとも兄弟か。おまけに銅山様は高いと言ったら冷静後根こそぎばれたのがあれたか。このまま美濃にいては危険だ。ここは銅山様が言い残した通り、尾張や磯子縄に来てさえいりゃ銅山様のご恩に報いる機会がいつか巡ってくるだろう。いや強えよこのボス。お、でもなんかこれだいぶ強そうだね。下道があんま使わないし、これに変えよっか。使命の王家、豪華な残縁、染まる寺と、お、忍びの道、本名の道、書店、はあ、もうちょいやね。覚醒編が、事変するってことで、覚醒編はここで終わりですね。3面ぐらいか。まあ、今回ここまでにしましょう。いや、結構疲れた。なんかボス強かったな、今回の。まあ多分鬼門だろうね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価などぜひよろしくお願いいたします。まあ、のんびりやっていこうと思ってますんで、まあお付き合いいただければと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃ、またな。